します。はい、本日のデジタル臨調はコロナ禍であらわとなったアナログ規制を一掃する、いわばマイナスをゼロに戻す取り組みから新たなデジタル時代を見据えた取り組み、いわばゼロからプラスへと発展させる取り組みにシフトする、ターニングポイントとなります。アナログ規制の見直しは法令のみならず国の運用ルールも含めて一定の目処が立ちました。すでに建設インフラ等のさまざまな分野での人手不足解消に資する見直しが進んでおり、今後も着実に取り組みを前に進めます。また子ども関係の給付等主要な行政手続きの申請についてはすべてデジタル化の方針が決まりましたが、審査結果の通知も含め手続きのデジタル完結に向けた工程表を年末までに策定します。またマイナンバーカードへの信頼確保に向けては一連の事案に関するすべてのデータやシステムの再点検を行うとともに、ヒューマンエラーを防ぐデジタル化を徹底する、インシデント等への対応に関する体制を強化するなど、河野大臣を中心に対策を講じていきます。AI 時代に適合した官民データの整備も進めます。法人や土地の登記情報や住所・所在地情報を自動処理可能なベースレジストリーとして各省間で連携させる取り組みは、行政はもとより国民の負担を大きく軽減します。官民データの戦略的な整備と活用に向けてデジタル庁と関係機関の連携体制の在り方を含めアクションプランを年内に取りまとめます。デジタルの力を活用し行政の事務についても抜本的に見直していきます。官報の電子化を含め法制事務のデジタル化を着実に進めるとともに、国家公務員の人事管理のデジタル化、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、旅費制度の見直しを進めます。また自治体ごとに異なるローカルルールの見直しなど、国自治体を通じた行政サービスの見直しを進め、住民や事業者の利便性を高めていきます。デジタル臨時行政調査会は本日から新たな局面に入り、これまで以上に政府一丸となった取り組みを進めていく必要があります。河野大臣を中心に関係大臣が協力して取り組みを加速してください。以上です。